ツッコミ道場たとえて勝てん、世の中勝ち、罰ゲーム決まったみたいですね。上田チームが負けた場合は初体験を迎えて緊張でなかなか挿入できない童貞リスナーに、上田さんがベッドサイドから肘でもええから中入れろとアドバイスする童貞亀だけ。亀だけは関係ねえじゃねえか。もはやもう上田チームが負けた場合は性転換。おお、きついなお前。5週連続負けたぐらいでなんで性まで変えなきゃいけないの。まあ俺も本当童貞縛りから逃れられないね。さあただいま、先週俺が勝ったよな、一勝上田一勝ということで、今週のテーマは今話題の本の対決ということで、上田チームが、売り切れ続出のミシュランガイド、はい、ミシュランね、相手チームが120万部を突破しましたホームレス中学生ということでございます。成功が最初はグーじゃんけんチャッチ、じゃあ方向でお願いします。上田チーム先行で第1ラウンド、どれいくかな、じゃあこれいくか。熊本市のてるてる観音。一般客のふりをして料理をチェックしていたものの、どうやらバレバレだったらしいミシュランの調査員のあまりの白々しさに一突っ込み、オールナイト打ち切りコントの時の上だけ。まああれは俺本当に、ね、本当に新鮮な感じで俺は、そうなんだね、あ本当打ち切りなんだっていう気持ちでね、楽しかった、まあでも楽しかったよねーって感じ。まあ楽しかったよね。何一回楽で切ってんの。ね、横浜市旭区ラジオネームメタボリック同好会、映画でも見るか。昔流行ったバトルロイヤルの続編が出てんじゃん、キャンタマロワイヤル、まあいいか。42人の中学生がバスの中で眠らされ無人島に連れてかれる。その時主人公の七原は眠る前にあったかくして寝ろよというダミ声を聞いた。そして生徒たちが目を覚ます。そこには見慣れない教室。はい皆さん、あったかくして寝れましたか。俺は今日からお前らの担任になるクリームシチューのキャンタマ深夜だ、よろしくね。騒ぐ生徒たち。なあそこの中学生のホームレスじゃなかった中学生よ、ちょっと静かにするわけにはいかないか。静まる生徒。じゃあ説明するからドッカーンって感じで聞いてくれて構わんよ。みんなここに来てもらったのは他でもないのよ、今日は皆さんにちょっと殺し合いをしてもらうのよ。じゃあみんなに一つずつ武器を配るから、もらったら外に出て行ってくれや。じゃあ1番赤松くん、君はボウガンよ。2番有田くんは、豆。いや豆ってなんだ。武器じゃないじゃないですか。うん、豆嫌なの。うん、じゃあほどけ。いやほどけってない、物でもないじゃないじゃないですか。お前わがままだな。じゃあ袋さん。その映画を天国で見ていた深作監督が一つ突っ込み、この映画今日まで。まあそりゃそうだわな、はい、あれあったか、ホームレス中学生だからあった。おい、そこの中学生のホームレスじゃなかった中学生よ。おい、そんな使い方ありなのかよ。なあ、これありです、しょうがないです、これは。だだってホームレス中学生だぜ、中学生のホームレス。じゃあホームレス中学生っていうのがほらもう、うん、言葉自体が造語ですからね。いやそうだよ、でもそれをテーマとして挙げなきゃダメじゃんか。中学生のホームレスと違うんだわ。いや中学生のホームレスはホームレス中学生。いやこれはちょっとテーマを使ったうちに入らんな、ここまでいくと。これちょっと判定にかなり響くと思うね。そうかね、うん、判定どうぞ。有田上田、有田おかしいだろ。今テーマ処理してねっつってんだろうがよ。判定響いてなかったみたいですね。 ED に AD この野郎。腹立つわ。2ラウンド目、静岡県の、顔岩石。ミシュランガイドのミシュランが実はタイヤメーカーだという事実のあまりの意外さに一つ突っ込み、実は英会話の本出してるジョー小泉か。来た、ジョー師匠来たよ。お前知らないです。実は英会話の本出して、知らないですし、ジョー小泉別にその笑いもしないですよ。いやもう大、今リスナー中大笑いです。全員リスナー大笑い。本当に、あっそうなんだ。だけど考えてみ、俺がこれ外すネタだったとしようよ。そしたら1ラウンド目取られてんのに持ってくるわけがないじゃんか。ね、ここは鉄板だから取りに来てんだから。だから上田さんがバカなんじゃないですか。鉄板だから俺取りに来てんだもん、ここ。鳥取市、布団が敷いてある。なんだよ、ホームレス中学生売り切れじゃんかよ。しょうがねえな。じゃ長渕のライブでも行くか。長渕行ってたね。長渕のライブ会場にて、
お前ら、今日は俺のライブに来てくれてありがとう。ああ、よし。実はな、今日は俺の友達が奈良から車を飛ばしてきてくれたんだよ。みんな盛大な拍手で迎えてくれ。紹介するぜ。仏うわあ、仏奈良の最高。おお、仏まだまだ行くぞ。おお、仏まだ行けんのか。おお、仏行くぜ。ライブ終了後、参ったな、今日の曲ずっと強し強しって言ってたのに、仏が上がった途端にみんなが仏仏って言い出してさ、俺お前は拝んでやろうかと思ったよ。これを聞いた仏が一つ突っ込み、構わんよ。この場合さ、その仏仏って言ってるけど、何あの大仏が来てるっていう風に理解した方がいいの。すみません、仏っていうのはもう分かんないですね。でも多分奈良からってことはあの大仏なんだろう、きっと多分な。多分あの大仏がこう来て、せいやせいやってやってるわけでしょ、多分。そもそも仏っていうのは、液を食べちゃったんですからね。まあな。そっから始まってるわけですから。もはやよくわかんないです。何が来て、今喋ってましたけど、奈良の最高とか言ってましたけど、どんな声かもわかんない。ああいうことなのかな、前、元気が出るテレビで大仏婚だっけ。ああ、でかいのね。全国をこう、暗夜してたじゃない、うん、ああいうことなのかな。わかんないね。でも食うわけですからね。まあな。まあいいか、よくわかんねえや、うん。じゃあ判定どうぞ。上だ上だ上だ。今言ったけど。おかしいじゃん、マジで。言ったけど、今このコーナーで一番強いの上皇泉だからな。3人や3人と思ってんの、おかしいじゃん、もう。俺言っとくけど、なんだったらファイナルラウンドに上皇泉でもいいんだよ。今、鉄板だから。一番強いんだから、上皇泉が。はっきりわかんねえわ。じゃあ、お前がそれはね、世の中から置かれていってるのよ。お前が知らないだけだ。ね。いや、だからいいって、だから、ボクシングは科学だ、貸してやるから。いや、ね、そういう問題じゃないよ。ジョーさんの著書である。他もあるよ、別に。世界のマッチメーカーの方がいい。なあ。そっちはいい。信じらんない、この現象。何や。ボクシングバイブルの方がいいってことか。ジョーさんの著書で。いや、それだったらまだ英会話の方がいいよ。ほんと、あ、英会話本の方が。ジョーさんのダジャレが載ってるトピックスの本あるけど、お前それ読むか。なあ。何ダジャレがあるトピックス。世界のトピックスっていう本で、必ずダジャレで締めてあるんだな。その本が。それじゃあ今度持ってきてくださいよ。ああ、それでちょっと解説してもらっていいですか、こんな人だっていう、うん、俺全然見えないから。まあまあでも一番は、じゃあお前月曜日の8時からとりあえずワウワウのエキサイトマッチを見ろ。でもし8時からねボクシングを見るのがだるいってもし言うんだったら、あー9時50分ぐらいから見りゃいいや。そしたらジョーさんがワウワウに入ってないですからね。ワウワウにありえないでしょ、ジョーさん見るでしょ。ジョーさんを見るために入る人はいないからね、まず。いや、俺それで入ったよ。俺ボクシング見なくても9時50何分から絶対見るよ。いや、だから、そのトピックスの本持ってきて、どんなダジャレを言うのかとか、ちょっと分かりたいから、そこまでこの人気あんだったら。じゃあ分かったよ、じゃあ。いや、要は。トピックス持ってきてた、その。トピックスな。よく分かんないですね、その。ダジャレが入ってるトピックスあるよっていうことも。どんな本だと思いますけど。じゃあ、とりあえず11ないわな。3ラウンド目。江東区のオナニート、ダメだね、こいつ変えさせよ。こんばんは、スーパーニュースの時間がやってまいりました、安藤優子です。2008年版ミシュランガイドが、たった今臨時ニュースが入りました。お伝えします。お笑いコンビクリームシチューの有田哲平さんが熊本県知事選に出馬することを決意したようです。まずはその出馬表明会見の模様を VTR にまとめました。ご覧ください。どうも、僕です。この度僕は故郷である熊本県の知事選に出馬することになったんですが、それにあたってスローガンを作りました。どうぞ聞いてください。デデデン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 デデンデデデンデデデン。スイー。ケーキはあげる。サープマイク。でも私行くのは遅めです。でも熊本関係ねえ。熊本関係ねえ。熊本関係ねえ。はい。正規度ピュッピュ。進行立ってる。進行立ってる。進行立ってる。熊本変える、生活態度は変えない、ネションもネグソもやり放題、でも熊本関係ねえ、熊本関係ねえ、熊本関係ねえ、それにラブホも行き放題。このはちゃめちゃな出馬表明会見に木村太郎が一つ込み、まあこれは新しい政治の幕開けでしょうね。いや、そん
ニュース番組で流してんの、それ。志村さんが言うぐらいですから。まあね。まあ、なぜお前がその、ね、後輩のネタをパクってやったのか、ね、パクってかわかんないしね。よくわかんないですけれども。最低ですよ、本当に。どんぐりスカイハイ。午前3時になりました。中高生の諸君、お待ちどうさま。ホームレス中学生を読むのをやめて、エッチな気分でお楽しみください。エロ商店の時間です。まずは、メンバーの自己紹介から張り切ってどうぞ。季節は冬になりましたが、相も変わらず女性気大好き、ノンキーズ山崎でーす。最近すっかり寒くなってまいりましたが、私の懐は妻のおかげで常に極寒、桂歌丸です。歌丸さん、今日はエロ商店ですからね。まあいいでしょう。では一問目、まずはエロ問題です。皆さんには、まず、ああ、行くーと、おっしゃってもらいます。それで私が、どうしてないと聞きますので、なんかおっしゃってください。それでは、のんきーず山崎さんから。はい。ああ、行くー。おー、どうしてない？いやー、気持ちが良くって。ガハハハ！いやいやいや、そのまんまじゃねえか。エロいねー。そのまんまだよ。いや、エロいねー。山崎くん、大人のおもちゃを二つあげてください。はい、では、歌丸さん。ああ、行くー。そうじゃない？事故にあって天国に行きそうなんです。今もしかして普通のことをおっしゃいました、歌丸さん。さっきのも普通だったよ。馬鹿言っちゃいけませんよ。エロくないじゃないか。山田くん、歌丸さんの服を剥がしてください。はい、それでは山田くんさん。あー、行くー。おー、どうしてだい？だから気持ちがいいんですよ。あそれだけエロすぎますね、おい。エロすぎないよ、別に。抱いてください、私をもう。といったところで、エロ商店を開き、また来週。と、すっかり深夜の顔を見せる三遊亭円楽が放送を見て自分自身に一突っ込み。男だからしょうがないね。なんでこの新たな展開急に出てきやがったな、エロ商店。ああ、行くって言ってもらいますな。そしたら、どうしてないっていうのに、どうしても人もないでしょ、行くに。気持ちがいいからです。普通なんだよ。何にも言っていねえんだよ。ひどいね。じゃあ判定どうぞ。有田上田有田。はい。そうか、リーチで。ああ、もうリーチなんだな。そうですよ。有田チームリーチで第4ラウンドは CM だと。さあ、じゃあ有田チームがね、リーチのところで第4ラウンド。大阪、かさぶた。クリームシューのオールナイト本番前にて、名前の心。いや、参ったね。いや、本当に参った。この番組を担当するようになってから半年以上経つのに、全然いじられねえよ。俺もブレイクしてよ。ブレイク。長浜みたいになりたくねえよ。大していじられないままこの番組を去るなんて、どっかでいじられるポイント作らねえとな。お、上田、いいとこ来やがったな。ほら、これ携帯見ろよ。おい。俺の携帯、待ち受け上小泉にしてんだぜ。ほら、見ろよ、ほら。おい、銀玉、玉木、見ろよ。くそが役立たずめ。お、ゴミメガネいいとこに来たな。こいつに頼んで、俺がいじられるハガキを優先的に選ぶように。おい、何？おい、ゴミメガネ。俺がオールナイトやってるハガキ、何ボスにしてんだよ。これ最高だろうが。面白いだろうが。名前川柳とか、スターダスト名前とかよ。ああ、ほんとこのメガネだな。今度自分でネタ書いてやろうかな。お、有田、いいとこ来たな。お、これ見ろよ、ほら。わざと靴逆に履いてんだよ。これいじれよ。面白いだろ。おい、チンコ有田。ミシュランガイドなんて読んでないでよ。ああ、よし、こうなったら、石川にいじってもらうしかねえか。ほら、上小泉の待ち受け。靴が逆、いじれよ。虫かい。ああ、くそ。リスナー、俺をいじるハガキ書けよ。こいつが使えねえからよ。ほんとゴミだな。と、こんなことを考えていた名前に杉本彩が一つ込み。デリシャス。なんでだろう。なんでだろう。なんでだろう、ブレイクしたい願望。わかんねえんだよ。みんな別にブレイクしてるわけじゃないんだけどね。でも名前、長浜もね、どうもブレイクせずに終わったらしいからさ。長浜の ままでしたよね、確か。まあね。あだ名つけてくれ願望があったからな、みんなに。やっぱ名前とかブレイクしたいの？やっぱいじ、はがきでいじってもらいたいなとか、やっぱあるみたいにうなずいてるもん。やっぱブレイクしたいみたいね。脳器具。
アニマの浜口がキリンの田村さんにインタビューをしていた。まずはホームレス中学生のミリオンセラー突破おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ところでホームレス中学生はどんな内容の方なんですか？まあ簡単に言うと僕の自伝ですね。僕は貧乏だった頃の話を中心に僕の人生について書いてます。ふざけるなよおい。なんで京子じゃなくてお前の人生書くんだ。京子の人生を書かないなんてどう書いてもおかしいだろおい。おい田村、よくも京子の人生じゃなくてお前の人生を書いてくれたな。行くぞ。キャラ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 、うわー、かそったな、気合いだ。キリンです。うわーお前キリンじゃなくて田村だろ。お前全然首が長くないじゃないか。なのにキリンですか。なかなか面白いなおい。あ、まあこのギャグは本当は僕のギャグじゃないんですけどもね。お前のギャグじゃない？まさかお前京子のギャグじゃないだろうな。いや、相方のやつなんですけど。ふざけるなおい。なんで京子のギャグじゃないんだ。こんな面白いギャグが京子のギャグじゃないとおかしいだろ。おい田村、おい、よくもキリンですと京子のギャグじゃないと言ってくれたな。違うの、キリンですって言ってた。じゃあ行くぞ。キャラ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 、うわー、キリンです。うわお前キリンじゃなくてダブラだろおい。そのギャグなかなか面白いなおい。じゃあ次の質問いきますか。田村さんは昔貧乏だったそうですが、貧乏時代のエピソードなんかありますか？あ、そうですね。実は僕、家がなくて公園に住んでたんですよ。ホームレス中学生っていうタイトルも昔公園に住んでた時から付けたタイトルなんですけどもね。え？公園に住んでた？公園に住んでたって誰と住んでたんですか？まさか京子と住んでたんじゃないだろうな。いや、一人で住んでました。うわー公園に住んでたって言うから、思わず京子と一緒に住んでたかと思ったら、一人で住んでたか、おい。なかなか面白いな、おい。じゃあ最後に一言ありますか。まあ、僕のホームレス中学生とっても面白いので、ぜひ買ってください。ふざけるな、おい。なんで京子の宣伝をせずに自分の宣伝をするんだ。どうせ宣伝するなら、京子の宣伝をした方がみんな喜ぶだろう、おい、田村。よくも京子の宣伝じゃなくて、お前の宣伝をしてくれたな。じゃあ行くぞ。キャラ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 、うわー、こう言われた田村が、アニマル浜口に一つ込み。キリンです。そう言われた、アニマル浜口がさらに一つ込み。うわーツッコミじゃねえっつんで。いや、俺疑問なのがさ、ね、まあ毎週毎週アニマル浜口がレポート言ってんけど、はい、どこの曲が使ってんだ、リポーターとして。すいません、ね。成立してないことぐらい分かるでしょ、ディレクターも。京子の話をしないと怒るし。なあ。最近なんか急に切れたのが笑い出す。そうなんだ、もう完全に破綻しまくってんだよ。どこの曲かが知りたいよ。さあ、これで負けちゃったらやばいんだよな。判定どうぞ。有田上田、有田負けた。さあ、来た。ああ、今日は有田チームの勝利と。うわぁ。そうですか。じゃあ、紹介試合いきますか。ね、一応ね。まあ、しょうがないな。負けたけどね。じゃあ、一応紹介試合ファイナルラウンド。札幌市、エンドレス様。上田。じゃあ上田チームはテーマミシュランガイドで送ってこい。有田、さっさと済ませてくださいよ。おう、4400サードシーズンな。セカードシーズンじゃねえから間違えないようにな。決まった。それじゃあアンコウさん、僕が知事になる件、おいじりお願いします。じゃああったかくしてんだろうよ。僕から以上。ピッポ、ピッポ、ピーン。アンコウ、寒いわね。さっき聞いたんだけど有田くん知事になるらしいじゃない。もしそうなったら熊本も盛り上がるわね。でも有田くんも知事になったら遠い存在になっちゃうわね。接待なんか受けちゃってさ。なんか寂しいわ。え？なに、ケンちゃん。え？ちょっと。ちょっと、ケンちゃん。パスタは知事にならなくても食べられるわよ。今度連れてってあげるから、まったく。え？なに、ケンちゃん。友人の友人は知事じゃなくて大臣よ。もう何言ってんの。え？ちょっと何、ケンちゃん。そんなわけあるかいんだって。イエヒヒ、チキチキ。ボンツボン、ボンツボン、チキチキ。このラジオを聞いた藤岡弘が一つくん。いやー、冒険だね。なるほど。もうアンコさんじゃなくても誰でも言うわけですね。そうなんだ。
茨城県つくば市千鶴。あれさっき気仙沼にいたんだけどな、あいつ。上田和也と有田美智子の、そうか、それだったな。おふくろの愛と日本。またかい。いやー、参ったね。あら、今日はテノール編。有田さん、なんかいいことあったの？いやね、先週うちのてっぺが熊本に帰ってきましてね。へえ、また帰ってきたの。で、やつがどうしたって？それがね、おふくろ寂しくないかって聞くわけ。寂しい。ほら、私10年以上前に主人がね。ああ、そうでしたね。なんかすみません。いいのいいの。でもずっと一人だったからね。ああ、まあ私も、ね、お気持ちわかります。その前はね、主人の会社が倒産しちゃってね。ああ、まあうちもね、プロパン屋やってますから、わかりますよ。まあその前はね、すごく裕福な暮らしをしてたから余計ね、ちょっと来たんですけどね。まあ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 、辛かったよね。で、その前は、水泳でオリンピック？おめえ、しゃらくせえよ！どんだけ話高登ってんだ！産卵を控えて鮭みたいになってっけどよ！上田さん、私、人間です。わかったろ！ボケ！もしよろしければ話を進めろ！でね、そんな私のために、てっぺいがパグを買ってくれたの、パグ。あ、パグ？ほら、いいわね。そうだ、有田さん、パグの名前の由来知りたくない？いや、いいです。ガハーまさかのうんちくうじでね、そのパグが可愛くて、可愛くて参っちゃうのよ。もう名前つけたの？つけたつけた。ほら、なんとか中学生って本あるじゃない？あー、ホームレス中学生のことかな。そうそうそう。そっから取って、ホームレスって名前にしたの。それちょっとひどくない？そうかな。私はいいと思う。あ、違うわ。名前小鉄だった。だから間違いようがないでしょうよ！そのくだり、有田一族の伝統か！もう私疲れたわ。はいはい。もう、パグ買えてよかったですね。羨ましいですね。あ、どうもどうも。そういえば、上田さんとこのパグみたいな娘さん元気？おい、またんかい最後、こら俺の娘がパグだ、こら何がこらだどうせ上だけの奴らみんなシワだらけのツラしてんだろうが、こら何こらだよ、こらシワくちゃ、こら DNA、こらおいリアルネーム、有田美智子ようちの娘がパグみたいな顔してるわけねえだろうが、こらと、自分の娘を侮辱され、聴衆化している上田和代に娘が一つ突っ込み。おふくろ構わんよ。構えよ。お前のことなんだからよ。8個までね、突っ込み入れ始めましたけど。おふくろの愛と日本繰り広げられてんなぁ。マジで一回聞いてみてよな、おふくろの愛と日本。ここまで、和代はやりますかね。やるわけねえだろ。キャラクシーよ今日は言ってましたけどね。言わんねえっす。さあ、じゃあ判定をどうぞ。ありたありたありた4-1だ。しかも1個はジョー小泉。いっぱいだな。いや、ジョー小泉のあれですから。俺やっぱあれ、これファイナルラウンドでジョー小泉しかねえな、こうなったら。ありましたね。色素動画乾杯だな。はい。いや、強い。おふくろネット日本。さあ、じゃあ来週のテーマ。2007年大ブレイク対決ということで、上田チームがね、まあバラエティだけじゃなくて、歌手としても大ブレイク。こう、紅白出場とも言われるショコさんね。ちょっと待って、マジでこれ。いや、俺もびっくりした、今見て。これ今見てびっくりした。あれでチームが、ね。まあ今年終盤に入って確かに大ブレイクしましたよ。誰だとも今年終盤に入って大ブレイクしたと言えば。小島よしおでしょ。違う、上皇泉。ふざけんなって、マジで。誰考えてもテーマ、マジで。俺も今見てびっくりした。しかもさ、このショコタンっていう、大ブレイク対決で、まあ、ショコタンを基本権出してるのはどうだと思うんだよな。小島よしおとかでしょ、普通出すなら。まあな、そうだろうね。急にショコタンとか出てきて。いや、俺もびっくりしてんだよ。しかも、ジョー小泉。
ね、しかも有田チームがジョーコイズムだからね。いや、そっちでしょ、せめて。まだな。上田チームがショコタン。有田チームがジョーコイズミ。みんな知らないでしょ、だって。いいじゃねえか、お前の方関係ねえじゃねえか、知ってようが知る前が。いや、そうだけどさ。郵便番号100-8439日本、そう、クリームシチューのオールナイト日本、例えてがあって、それぞれのチーム係と、勝ったチームにはガネックプレゼント、クッとゲイ。ツッコミ道場。例えて合点。毎回上田チーム、有田チームに分かれて、テーマにまつわる人物に、例えツッコミを入れてもらって、出来を競い合っているコーナー。対決はご覧の制。1ラウンドごとに、ディレクターの ED ビーチ、AD 名前、女性ミキサー、豚女の3人のスタッフが判定をします。3ラウンド突破の勝ち。罰ゲーム決まったみたいですね。おぉ。上田チームが5連敗した場合は、全国から選ばれたプロの童貞リスナー24人を連れて、台湾の童貞とガチンコ勝負をする、童貞アジア予選。まず、プロの童貞って何ですか？ガチンコ勝負をするわけですよ、台湾の童貞。何をするんだ？相田チームが負けた場合は、パグを買うということです。もう買ったじゃねえかよ。なんでそれ罰なの？先週どっち勝った？そうですよ。有田チーム一緒。はい。ね、ということで、じゃあ、今週のテーマ、2007年大ブレイク対決と。うん、ということで、上田チームがね、歌手として紅白出場も決定しましたよ。ね、中川翔子、翔子たん。うん。で、有田チームはね、今年後半にまさかの大ブレイク、ジョーコイズミだからよ。なんでよ、これもう。本当に。今更翔子たん大ブレイクっていうのも失礼だしね。まあね。もう去年だって、今年だってもう売れてましたから。うん。なぜこれになってるのか。まあ、だからそういう意味では、なんていうの、ほら、小島よしおって言ったら、まあ大ブレイクっていう感じじゃない。はい。でも中川翔子たんって言ったら、別に今更そんなブレイクっていう感じじゃなくないっていう感じ。だから、それにレベルを合わせて、ジョーコイズミってことじゃない。ジョーコイズミはそこまでも行ってないですね。行っていい。言ってます。死にたいですよ、もう。今死にたい。失礼なことを言うな。そんなことあるか。はい、最初はグー、じゃんけんパー。よし、ここで。じゃあ、上田チーム先行で第1ラウンド。岡山県の、千ずり級改め千ずリスペクト改め男性器。エヴァン千ずりよ。こいつ下げやがってよ。結局何やったの最終的に。多分、男性器エヴァンセンズリオンじゃね。え？男性器エヴァンセンズリオン。あ、男性器エヴァンズリオン。うん、じゃね。あんなに見た目が可愛いのに、コスプレ写真をブログに載せたりしている、ショコタンの、あまりに意表をつく趣味に一突っ込み。ジョー小泉の趣味、書道か。ほら。これでまた新しい情報がね。知りませんけどね。こう披露されたわけ。例えてツッコミって言ったら、わかるでしょ、上田さんって。みんなに分かりやすくやらなきゃいけないわけじゃないですか。うん、さっき言いましたよ、僕が。上田さんの顔、玉金みたいですねって言ったら、やばいって言って。上田さんが怒りましたよね。玉金出しってちゃんと言わなきゃダメだって。うん、いいんですか、玉金。同じですよ、上小泉じゃねえ。それはお前が知らないだけでしょ。上小泉の趣味書道家っていうのを。お前が知らないからって世の中の人が分からないと思うのは、そのね、浅はかよ。世の中の人分かってんだから今。はい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 って言ってんだから。あるある。まあそれならまあしょうがないけど。じゃ玉金もみんなが知ればいいのね。そうだね。有田が言う玉金っていうのは玉金のことだって。うん、そう知ればいいよ。ああ、じゃあそういうキャンペーンを貼るしかないよ、今後。まあ貼る必要はないけれども。ラジオネーム、青松。もしもし、私、日本放送の鈴木と申します。クリームシューの、アリさんのお母様ですか。どうも。お母様、俺の日本って聞いたことってございま、ありがとうございます。毎週ですか。現在ですね、アリさんがダイエットしてるというのはご存知ですよね。はい。このダイエット失敗時の罰ゲーム案の一つに、アリさんのお母さんと漫才というのがあるんですが、これはリスナーからの要望が多くてですね、はい。この際、罰ゲームとは関係なく、この企画を実現させたいと思いまして、はい、電話させていただいた、はい。いや、まあ、恥ずかしいって、まあ、気持ちもわかりますけど、ラジオですから、顔はもちろん出ません。はい。声だけの出演です。はい。大丈夫です。いや、ネタを考えられないっていう、まあ、それはこっちの方でちょっと用意させていただきますので、っていうかもう、できてるんですよ。はい。それを読んでいただき、はい。いや、素人だからっていう、そんな何を言ってんですかね、道子のくせに本。はい。どうですかね。いや、っていうのもね、これに出れば、ブレイク間違いなしなんですよね。はい。以前ならば、ババアを走、ババさんですね。はい。
今だったら上小泉、はい。その立ち位置につけるんですよね。あ、ああやっていただける。ありがとうございます。あ、僕はそのブレイクをしたいという。あ、そういうことです。あ、では早速ネタを送らせていただきますので、はい。アリスさんには決定事項として伝えておきますので、はい。また連絡します。失礼します。どうも失礼します。と、本人の知らないところで勝手に決められ、追い込まれた有田が一つ突っ込み。はい、オッケーでーす。それぐらいで受け入れるんだ。さあ、プロもちょっとブレイクを狙ってるみたいですね、これ。ね、最近みんななんかブレイクしたがるんだよなぁ、本当にな。さあ、じゃあ判定どうぞ。上だ、上だ、上だ。あ、来た。ちょっと待って。当然だよ、だって。だからお前が分かってないだけなんだから。上小泉のね、趣味読書家っていう。ちょっとこれね、おかしいわ。これもう上小泉っていうテーマまでこっちは押し付けられてんだよ。そのテーマで戦った結果、うん、上小泉書道家みたいな、そんなのに負けてんだから、こっちは。いや、だってお前知らないから。お前昨日見た？わわ。いや、見てませんよ、もちろん。液体探知見てないの、昨日。だからわわ入ってないですからね、僕は。せめて言ったじゃん。9時50分ぐらいから見ろって。いや、だから入ってないから。昨日ね、イーグル共和って、まあ、日本のジム、ね、風邪火宝石に所属してるさ、はい、まあ、イーグルデンジュンラパンっていう昨日、ちょっと、本名で、タイで試合をやったわけ。はい、で、負けちゃったのよ、はい。で、その試合を振り返ってね、はい、まあね、今日イーグルデンはコンビネーションがデンって言ってました。ね、はい、デンと。で、だから、はい、まあだからイーグルはね、またちょっと体調を整えて、練習して、はい、次の試合に備えればイーグルって言ってましたよ、上師匠が。わかりました、はい。わかりました。いや、だからって僕は興味を持たないですから、って。イーグル出た、あー、じゃあこれもそう、乗ろうとか。失礼じゃない。俺いつもだったら、俺も、まあこういうこと言うのはあれだけども、俺もいつもだったら聞き逃すのをお前に説明するためにわざわざ覚えてきたんだ。俺は。ないや、お前に教えてあげようと思ったら、ありがたいけど、でもはっきり言うけど、ジョー小泉は死にたいなんですよ。そんなことないっすよ。勝手なことを言うな。失礼な。さあ、じゃあ、上田チーム1ポイント先取で2ラウンド目。大阪府、ミゲール・チンコット改めペロンチョ。オタクトークを楽しそうに、するショコタンと、それを聞いて若干引いている他の出演者のあまりにも大きなテンションの違いに一突っ込み。ダジャレを言ってる時のジョー小泉とそれ聞いてる時の浜田剛か。ちょっとそっちはショコタンですよね。でもショコタン入ってるじゃないか。だから偉いよね。こういう二つのテーマを処理できるこの能力。そういう意味ではね。鹿児島県ラジオネーム毎日腹痛。病院行けや、お前。毎日は。さて、こう、ジョー小泉が載ってそうな雑誌でも読むか。何何？クリームシのオールナイトニッポン2007年流行語大賞候補発表。なんだこれ。見てみっか。順に見ていくと、まず、参ったね。カリカリ君。サードシーズンだからな。間違えんなよ。ほらね。先行ってんかんな。何のホラーだ。私で抜いてくれ。メイト、メリタ。メリタあったな。メガネ大根。ババさん。ババアデン。出だしの渡辺美里的な感覚。バベリスト。バベリスト。歌詞に出て、歌詞に出てたような渡辺美里的なね。なんだ、絶対わかんないそれ。そいつはすげえや。オッケーでーす。これ万能だな。アロエと並んだな。僕にとってのトニセンはトニセンとクレアです。そんなのは募集してないよ。ドッカーン。MC。あ、そっち？デリケートはないな。有田が来ません。キャンタマタイタニック。実は包茎でしたぐらいしかないよ。キャンタマタイタニックのオチね。8-1-8-1-8。俺を分析するな。イベントに来たやつ、全員引っ叩くからな。150人ぐらい全員引っ叩くからな。あげちゃう。あげちゃわない。大晦日の猪木か、俺。全員引っ叩くって俺。濡れとるやないか。
ああ、そうだよ。自分で振ったんだよ。大好きな受け。楽しかったよね。バスバスバスって新宿のロータリーじゃないんだからさ。まあそれは置いといてさ。黙っておくわけにはいかないか。コートジボワール改め陰謀。プラマイゼロ理論。シャーラッパー。MC。あ、そっち？なんで2回も。軽自動車でのナンパか。全く乗ってこねえけどよ。いや、今そこは拾わなくていいんだよ。ミノダも来るのよ。ミワさんが言ってたんだろ。MC。あ、そっち？ホリケンと付き合うのやめたら？平成の松尾芭蕉とかさ。アシュラのように切れてんだよ、こっちはよ。ボエーだろ、お前は。MC。八百長ボイコット。が、お前は参ったことがないよ。この雑誌を読んだ掛布さんが一つ突っ込み。キングコングバンディと猪木のボディスラムマッチみたいになってますね。なってねえ。どこがね。これ、あんだね。ああ。今年、ああ、言ったね、こんなのっていう。まあね。確かにな。自分たちで覚えてる。ああ。今一つな。はい。さあ、じゃあ2ラウンド目の判定どうぞ。上田、有田、上田、よっしゃ、リーチ。ちょっと待って、ほんと、もうほんとマジで。豚のおかしいだろ、マジで。なんもおかしくない。おかしいじゃん、これすげえ引き込んで、いっぱい出してくれてんだよ。なんでその。いやいや、別に長けりゃいいってもんじゃないもんな。で、例えツッコミのコーナーだからな。さっきのこれ、上小泉と浜田剛かって例えって言ったからね。いや、もうここまで来たらちょっとやばいよ、これ。いや、やばくないな。だって、上小泉にはまってんだから。じゃあ、俺はね、今年のね、最後の放送でね、うん、本当に今年の、やっぱ、ウォールナイトニッポンの流行語っていうのもちゃんと作っていかなきゃいけないんじゃないかと思ったのよ。うん、このクリームシチューの。うん、だから、そういうのもこう、やっぱ、募集しようかなと思ってたの。うん、こうやって。でも、したらまとめてこんなやっぱ来てくれてね。うん、で、そのナンバーワンを決めようと思うのよ。うん、だから、そんなの関係ねえが世間。うん、日本では例えばバベリストみたいな。みたいなことをね。うん、でそれはやろうと思ってた。それはだから後々やればいいんであって、たとえツッコミのコーナーにこれを送っていくのはおかしいんだよ。たとえツッコんでねえし。だって、キングコングバンディと猪木のボディさんマッチみたいになってねえから。っていうのは、言ったけど、上田さんが言ってることだよ。うん、上田さんが否定されたようなもんよ、これ。でもなってねえじゃんか、そういう状況に。これ、俺は、ちゃんとハマった状況で言ってんだから。どういう状況？いや、だから、試合には勝ったけども、うん、ね、なんか、こう、なんていうの、勝負に負けた、みたいな状況を、うん、要は、猪木はボディスラムで投げられるわけだ。うん、ね、で、100万円っていう賞金は取られるけども、ピンフォール勝ちはしたよね、っていう、こと、ね、うん、でも、それは全然関係ねえんだ。わかりましたよ、もう。おかしい。よっしゃ。これはおかしい。それお前が上小泉知らないからよ。俺はこれだけ説明してんのに。そう。ね。だって、な、豚女は上小泉ハマってんだもんね。ほら。見ろ。あんな、お前あいつのあの満面な笑み見たかよ。顔をあんなにあからめて。まずいな、これ。よし、じゃあ3ラウンド目。もうリーチだからな。大阪府、ミゲルチンコと改めペロンチョ。ショコタンのルックスとキャラのあまりにも大きいインパクトに一突っ込み。マニーパッチョの左ストレートか！これこれ。いいな。ちょっと本当にもう俺、暴走が続いてますよ、これ。何が？上さんの暴走が続いてる。もう続いてね。ちゃんと伝わる。こういうのをわざとチョイスしていこうとしてるでしょ、こういう。違うよ。何ですか、マニーパッチョ。まあ、パッキャオって。マニーパッキャオってお前フィリピンの英雄じゃんか。スーパーフェザーの。僕は知らないです、それは。スーパーフェザーのお前、チャンピオンだよ。僕は知らないです、それは。いや、でもみんな知ってんだよ、世間は。まあ、それは反転に任せます。まあね。まあ、今日はおそらくストレート勝ちだろ、これ。これも今、左ストレートとかかってるわけ。ストレート勝ちだろうねっていうのも。ね。ちょっと待ってよ、これ。お前パッキャオの左ストレート知らない、見たことない。持ってきてやろ、今度 DVD。いやいや、ちょっと待って、もうほんと僕は本気で行きますから、次。モラレスの試合の時の方がいいかな。いや、そういう、どの試合がで俺揉めてるわけじゃないです。バレだ？だから、どっちかなって迷ってるわけじゃないです。今、ほんとに勝ちに行くんですよ。モラレスだ、感じゃ。何を見て判断したんですか、僕の。今のお前、自分が言ったらモラレスを欲しがってるみたいになってるの。持ってきてやる。北海道、ペンネーム、副キャプテンロック。あと、トリビアの泉でも見るかな。
あれ今日これ新番組になってんな。なんだこれ、カマビアの泉。なんちょっと見てみようかな。さあ始まりました、カマビアの泉。普段生活している中で思わず構わんよと言ってしまうこと、カマビアを紹介していく番組です。では審査員を紹介していきましょう。ビビロオキさん、荒俣博さん、ゲストの若月千夏さんと城小泉さん、そして審査員長の上田さんです。審査員の皆さんには、これから出てくるカマビアについてどれだけ構わんのか、前にある構わんよボタンを押して、評価してもらいます。いいよそんな状況。いや審査員長の上田さん、とうとう始まりましたね。どうですか今の気持ちは。いやいや、うん、俺の金玉くせえ話なんてどうでもいいからさ、さっさと進行ぶっ飛ばしちゃって構わんよ。おお、早速構わんよが出ましたね。さすがです。では行きますが、最初のカマビアです。じゃーん。ちょっと、窓開けて、いいですか。構わんよ、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 構わんよ。くだらねえ。78かまわんよ。いやー会長さんすごいですね。補足カマビアによりますと、ちょっと外の空気を吸いたかったとのことです。かまわんよかまわんよ。あー追加かまわんよ、ありがとうございます。くだらねえ。いやー荒俣さんにっこりしてますね。僕こういうの大好きなんだよね。審査員長の上田さんはどうですか。だって窓でしょ、そりゃかまわんよ。なるほど、深いですね。確かに構わんよ。では続いてのカマビアです。じゃーん。ちょっとトイレ行ってきてもいいですか。構わんよ構わんよ構わんよ。87構わんよ。いや今日はすごいですね。補足カマビアによりますと、30分前から我慢していた限界だったとのことです。構わんよ構わんよ。あ、追加構わんよ、ありがとうございました。おっと、ゲストの城小泉さん、マンカマワインをいただきました。拍手。いや審査委員長の上田さん、どうですかこのカマビアは。だってトイレでしょ、そりゃカマワインよ。なるほど、深いですね。こんなはちゃめちゃな放送にダウンタウンの松本さんが一つ突っ込み、面白いですね。いや面白くない。M1 の審査員の時の面白くない。面白いですね。あのさ、そのあの、お前がさ、よくさ、かまわんよってね、俺の真似するときに言うけど、はい、俺ほとんど言わないからね、かまわんよなんて。いやいや。な。いや、言う。全然言わんよ。かまわんよなんて。本当に一回二回言ったことあるかないかぐらい。任すわは言うのか。任すわ。あのほら、あの前リチャード・ホールで。あれはコントの中では言ってた。いや、あのほら。あの現場でも言うじゃないですか、多分大橋とかが、ああ明日これどな、この感じだけどどうだって、うん、まあ任すわとか言う、うん、俺構わんよなんかほとんど言わねえからな。言ったことないからな。言っとくけど、これだけはっきりさせとこう。構わんよ。でもこれはもう僕本気出してきましたからね、これ勝ちに。よし、じゃあ判定どうぞ。ありたありたありた。まあ今のしょうがない、カマビアの新しい境地を開拓されたからな。ただ言っとく、俺は構わんよなんかほとんど言わねえからな。上田チームが 2-1 でリードというか、もうリーチで4ラウンド目。よし、俺もここで決めるわ。大阪府、千の釣りになって、ピッピッピー。中川翔子さん、お疲れ様でした。それではこちらにいただきます。オールナイトニッポン名前グリーン、夜更けの名前ファン、朝方近くの AD 志望の皆さん、ご機嫌いかがですか。豚女が音を調節し、ビーチが Q を出すとき、新しい夜が生まれる。名字の代わりにあだ名を、AD の代わりに D の地位を、オールナイトニッポン名前グリーン。メールの宛先は、あだ名をください、アットマーク、ついでにおいじりもください、ドットコム。あだ名をください、アットマーク、ついでにおいじりもください、ドットコムまで。長浜がリスナーから愛されなかった秘密もわかる携帯サイトも展開中。アドレスは、俺だってブレイクしたい、アットマーク、あだ名決める総選挙野郎 .com。俺だってブレイクしたい、アットマーク、あだ名決める総選挙野郎 .com です。それでは1曲目、豚女で、アメージンググレース。このあまりのブレイクしたい願望のあまり、オールナイトを始めてしまった AD 名前のあまりの目立ちたがりぶりに一突っ込み。A1 の時の豚女か。よし、これで勝ったな。考えてみよう、アメージンググレースをこの番組に流したのも今年だっけ。あれもそうだよな。ねえ、そうだよね。2月か、そんなんじゃない、1月か。うん、だからいろいろあるんだよ。
忘れてんのが今年の、そうか、一回ガーッと年末振り返ってみるのがいいかな。やっぱその今年の流行大賞決めた方がいいと思うのよ。 あと1月はこういうような放送をお送りしましたとか、2月はこんな感じだったとかね、さあな、ちょっとごめんがね、お前それちょっとまとめといてくれよ。でそれまとめたらお前山形帰っちゃっていいからさ。さあ栃木県日光市のラジオネームせんずり。日光に行ったか。あら、やべえ、もう1時過ぎてんじゃん。お袋ナイト始まってるよ。ってことで、紅白を牛耳ってる人にね、ヘッドセットで踊るわって言ってやったわけよ。はあ、もうすごいっていうかね、時間の無駄だったっていうか、お前がやったんでしょうか。キレてんな、今日も。まあね、じゃあ、だらだらやってもあれなんで、例のやつ始めますか。ほら、夕飯の支度じゃなくて、ネタコーナー。だから間違いはないでしょうよ。もう何ありたけでの、そのくだり。手洗い、うがいに並ぶ冬の習慣なわけ。上田さん、そういうのはもういいから、先進めて。はぁ、あ、もう、ツッコミ道場。例えて、バッテン。毎回、上田チーム、有田チームに分かれて、熊本にまつわるテーマに例えツッコミを入れ、その出来を競う合うコーナーです。勝負はご覧のせいで、1ラウンドごとに AD 名前やミキサー豚女の お袋どもに、そこも袋なんだ。勝敗を判定してもらってるわけですけども、今日は特別に、スタジオに遊びに来てくれたのが、私の可愛い孫娘の上田キサと上田カホ、そしてディレクターのセズマルさん。担当してもらいます。おばあちゃん頑張って。はいよ。あら、罰ゲーム決まったみたいね。上田チームが負けたら1万円の、いや 1万人の熟女リスナーの前で上田スエトに愛の告白をする熟女坂田渡る。有田チームが負けたら虎徹を売っ払う。あら、これきついわね。今回のテーマが上田チームがバッテン荒川、有田チームが天草志郎ですね。ということで、上田チーム先行で1ラウンド、カーン。ラジオネーム、オール電化。おい、ガス使えよ。東京には行かず、九州でのみ活動をしていたバッテン荒川の活動範囲の狭さに一突っ込み。上田プロパンの事務所か。これいいわね。じゃあ、高校有田チーム行って。はい。ラジオネーム、アタリア。天草四郎に一つ込み。パフ。じゃあ判定の方です。いやいやいや、ちょっとあれですよ、何そのネタ。いや、お孫さんこういうの好きかなと思って。悪いけど、上の子も中学生よ。そんなパフなんかで喜ぶわけ。まあちょっと判定どうぞ。有田有田上田、おかしいでしょうよ。このクソガキどもめ。いや、じゃあ有田リードで、第2ラウンド。ラジオネーム、オール電化。おい、ガス使えって。バッテン荒川の人気者っぷりに一突っ込み。城熊本か。やっぱこれいいわ。まあ熊本城を大阪さんに行っただけなんだけどね。鉄板よね。じゃあ、高校有田チーム。はい。ラジオネーム、アタリア。天草四郎に、のんき山崎が一突っ込み。おーおー、パフってるパフってる。おい、またんかい、てこ、これ。何がパフっとるじゃん、ボケこれ。いや、上さん、判定の方に。いや、だから。いや、判定の方お願いします。ああ。じゃ、もう判定どうぞ。ありた、ありた、ありた。だから、また行け、最後これ。おい、カホキさ、お前ら、頭引っ張ってくぞ、つうか。私が図書館に来てんのは、節丸さんがパフに札あげてることよ。おい、リアルネーム節丸よ。いや、節丸さんよ。あんた、ジョー熊本差し置いて、なんでパフの方に札あげてんだ、これ。と、切れまくる上田和代の標的にされてしまった、節丸さんが、起死回生の一突っ込み。そいつはすげえや。はい、ついたね。ジョー小泉出てきたか。ジョー熊本って。ダメだよ、それは。それは熊本城をひっくり返しただけとかって言ってたから。そういう付け方もある。いや、ないよ。これはジョー小泉を使わないとダメなんだから。これダメだな。さあ、じゃあ、まとめて決めただろう。判定どうぞ。有田、上田、上田、よっしゃー、勝ったー。オッケーオッケー、とバカだな、本当に。いやいや、名前がね、だいぶ自分がいじられ始めたから、最近なんか気分がいいのよ。
名前もな。もうお前もブレイクし始めたもんな。なんでこう、おふくろないとは行こうよ、ちゃんと。よっしゃ。だってさ。勝った。ちょっと待ってよ。よし。じゃあ。いや、ということで、本当はね、これだったんですよ。何？あの、福島県変わった態度。そうだったんだ。これ、先言っときゃよかったかな。のんき山崎。まあまあ、じゃあいいや。まあ今日ちょっと時間ねえからな、紹介試合もな。できねえけど。ああ。そうか、俺もな、ちょっと行きたいのあったんだけど、まあ行こうよ。これでね、勝つ予定だった。札幌のエンドレスサマーっていうやつのな、新しいバージョンがあったんだけど。まあしょうがねえか。まあよし、今日は俺の勝ち。というわけでじゃあ来週のテーマ。来週、あ、そうか、ゲスト来んのか、来週はね。そうです。だから来週は一回お休み。で、じゃあ次回。2007年リバイバルブレイク対決と。ということでね、上田チームが、ルーゴがね、ブログで再ブレイクということで、ルー王将さんですよ。ちらっと見えちゃったんだけど。ルー王将さんね。うん。で、有田チームが、まあ再ブレイク、ダジャレで再ブレイク、ジョーコイズ。だから、ちょっと、これは本当にいい加減にした方がいいんじゃない？これだって負けてんだよ。お前だって今日センズリーが、なあ、また上皇泉使ってねえし、テーマで。いや、負けてんだからおかしいじゃん。落ちちゃうけど、もうこうなったらお前、上皇泉試練の4番勝負だよ、これから。な負けてんだよ。4連敗しちゃうって。ないよ、もうだから年末までお前上皇泉で。もしくは年明けまで。これは、センズリーとかさ、みんながかわいそうじゃん、この。だよ、だって、お前関係ねえだろ。副キャプテンロックとかもさ、浜辺の泉もあるわけだ。関係ねえだろうがって。ジョーコイズミが出てる本でも読もうかな、みたいな処理の仕方だろうが、どうせ。いや、違う。だから、この、大ブレイク対決とか、ね、例えば、大ブレイク対決の次は、この何？カムバック対決みたいなのになったでしょ？うん。で、そこに、ジョーコイズミ入れちゃダメだって言ってんのよ。なんでだよ。まだなんか、内輪対決みたいなので、死にたい対決とかね。失礼なことを言うな。ああ、というわけでね、じゃあ、この上田チームがルー大芝、有田チーム上小泉、たとえツッコミ入れてちょうだい、郵便番号 100-8439 日本放送、クリームシチューのオールナイト日本、たとえでやってん、それぞれのチーム係と、勝ったチームにはガネックプレゼントを送っておきなさい。くそじゃあどうするこのさ、エンドレスサマーとそっちの5ラウンド目のやつ、ほぼ同じ形で次回送ってきても呼んであげることにするか。だって俺、テーマ一緒だから。あ、そうか、いいな。そうなのよ。じゃあ、俺もなんかちょっとこれ、テーマだけ入れてエンドレスサマー呼んであげようかな、次回な。いくよ。はい。ツッコミどうぞ。叩いて、合戦毎回上田チーム、有田チームに分かれてテーマにまつわる人、物にあくまで縦ツッコミを入れてもらって出来を競い合っているコーナー。勝負は5ラウンド制。1ラウンドごとにディレクター ED ビーチ、AD 名前、女性ミキサー、豚女の3人のスタッフが勝敗を判定します。先に3ラウンド経ったチームが勝ちと。罰ゲーム決まったみたいですね。上田チームが5連敗した場合は、上田さんが全国の童貞リスナーを年度内までに一人残らず初体験させるという公約を破る童貞年金問題。年金関係ねえじゃねえか。上田チームが負けた場合は出家という。ああ、決まったみたい。じゃあそうしようぜ。はい、ということで、今、どっち？上田チーム一勝ということでね、今週のテーマ。ジョーコイズミ試練の3番勝負第2ラウンドと。いつからそんなになったんですか。2007年リバイバルブーム対決ということで、ね、上田チームがルー語で、再びブームが来たルー大将さん、はい、で有田チームがね、まあ、ダジャレで、再ブームジョーコイズミと。もともとブームになったことあるんですか。確かにね、今ブームかもしれないですよ。例えばその電動でな、電動入りもしたから、もともとブームあったのか。再ブームって言ってますけど、まあ俺のでそうね、一回目やっぱボクシングは科学だを書いたあたりかね、女子賞が。そうなるとだから俺があれ17、18だったと思うから、20年前かに1回来てんのよ。で今1回ブーム来てんのよ。で今電動入りでもう1回来てんのよ。あ、そう。お前分かってるやろ、殿堂入りのもの。殿堂入りをしたのはこの間じゃん。1週間以内で、その前からなんかブームつってたじゃん。だからボクシングは科学だのあたりね。いやいや、違う。何が？再ブームは。ああ、再ブームだろ。ダジャレのあたりで。いや、だからね、殿堂入りは確かに、まあ、偶然。なんだったらもうこの番組が殿堂入りの後押しをしたって言っても過言で。ね、ちょっとあるかもしれないね。ないぐらいの感じだけれども。でもそれはあくまでね、結果であってさ、まあ上司長が起きてんなっていうのは、やっぱね、エキサイトマッチファンにはもう当然分かってたことだし。上司長って呼び方正しいだろ。
ファイティング原田会長みたいなのって上司賞、うん、まあ上司賞で正しいんじゃない？そうですか。俺はそう思っとるよ。じゃあ行こうか。はい。最初はグー。じゃんけんグー。よし。じゃあ、ここだな。よっしゃ。上田チーム先行で第1ラウンド。千葉県のガキウンコ、16歳。いつもテレビなどでは気が強いように見えるのに、実は小心者というルー大柴さんの性格のあまりの意外さに一突っ込み。ジョー小泉の本名、小山義弘か。え、本当に小泉じゃねえ。小泉じゃないのどうだ、意外だっただろう。なんで、ジョーでもないんだ。ジョーでもない。小泉でもない。小泉ジョージとかさ。少なくとも小泉なんとかだと思うな。ジョーはつかなくてもね。ジョーは、まあ明日のジョーから撮ってんのかなとかっていうのがあったりしてね。びっくりよ、小山義弘なんだから。ネタじゃなくて。うん、ネタじゃない。そこがやっぱ、ジョーさんのね、殿堂入りするぐらいの破格のスケールでお送りされてるところだよね。いかりや長介さんの本名が、いかりやはないでしょって。ね。あれ、芸名でしょって、そう芸名の本名は、いかりや長一っていう、ね。そっちかいみたいな。いかりやの方本名かいみたいな。あ、そう。わかりました、じゃあ。鹿児島県、毎日腹痛。だ病院行きな、お前。上田が長渕とメルトモンになったらしいな。あの二人ってどんなメールをしてんだろう。ちょっと上田の携帯の受信履歴ちょっと見てみっか。16時3分。長渕。おう、上田。お前の実家ってガス屋らしいな。ガス屋って目に見えないから空気で薄めて売り放題なんじゃねえのか、おい。いやらしい商売してんな、お前。そういや、嫁もパンチ売り歩くことで生計立ったらしいじゃねえか。お前の前では癒しのばかりだな。16時9分。長渕。いやー、つぐめねえよ。輸入とか、いいように言ってるけどよ。つまり、金髪の外人からパンティを買い取って、それを日本人に売ってんだろ？いやらしすぎんな。16時15分。長渕。なんでそんなに照れてんだ？それはそうと、お前には関係ないかもしれないが、あの長野の日、お前にメアドを教えたじゃないか。その次の日から、なんかわけわかんねえスパムメールみたいなのが山のように来るんだが、お前なんか知らねえか。16時17分。本当か？あの日メアド教えたの、お前とジョー小泉だけなんだけどな。小泉のやつは知らねえって言ってるし、お前ぐらいしか怪しいのいねえんだよ。こんないやらしい商売してるぐらいだしな。16時39分。いや、別にすごくはねえよ。というメールのやり取りを読んだ男は上田に一つ突っ込み。上田、長渕にメールで、そいつはすげえやって送ったろ。最終的にはそうやって終わらしてんだよな、これね、上田さん。ってことだろうな、もう。そいつはすげえやって言ってるから、いや、別にすごくはねえよっていう。で帰ってきたんだろうな。うん。つぐむわけにはいかないかも一回送ってますよね。まあね。ね。だからそう来たんだろうな。すぐ。ていうか別に俺の方も表現すりゃいいじゃんか。さあ、それでは判定どうぞ。上田まあ、まあ、うんちくとしてというかね、まあ、殿堂入り記念みたいな部分もね、ありますよ、ジョーさんにね。ていうか、そっちはジョー小泉がテーマなのにな。それでも、殿堂入りでご褒美くれねえっていうね。第2ラウンド。こいつ。千葉市、お風呂にチンゲ。絶対返させよう。来週の例えて合戦のテーマは再ブレイク対決ということで、上田チームがルー大柴、そして有田チームがジョー小泉と言われ、有田は嫌がっていたものの、結局は、ジョー小泉すげえなぁ。まあ、そんなことよりラジオでも聞くが、などと、あっけなく処理されてしまう、有田チームのテーマのあまりの必要性のなさに一突っ込み。ズバリ言うわよの嫁入り前の常識スクールのコーナーの時の有田か。なんでよまだ必要ないと思われてんだろうね。まあ、上さん言ってるからですよね。いらないってね。本当はいるんですけどね。いらないけどね。俺あれ本音で言ってるから。長野県、ラジオネーム、農機具。ジョー小泉が流行ってるみたいだけどさ、暇だな。テレビでも見っか。俺のネタ見せ番組やってんじゃん、これ。ちょっと見てみっか。農機山崎の、スーパーイリュージョンショー。今日のイリュージョンは、人妻がやるイリュージョンです。今からこの人妻が、股間を濡らさずに、エロ単語を20個言います。
じゃあ行きます。チンコ、おっぱい、アナル、真剣、チック、俺頑張らんかい。はい、オーケー、ぜひ、俺頑張らんかい。はい、地上位、おなに、あえぎご、頑張れ。お尻、キャンタ、ああ、濡れとるやないか。スーパーイリュージョン。このネタを見たダウンタウンの松本さんが一つ突っ込み。ほぼ完璧ですね。言わねえっつーの前。2006年のチュートリアルに対するコメントより。言わねえっつー。ハイキングウォーキングの真似をし始めたんだよね、ノンキ山崎。ね。てか、ノンキ山崎のスーパーイリュージョンって言ってる割には自分何もしてないからね。何もしてないですよ。ひどいね。さあ、判定どうぞ。ありた、ありた、ありた。勝負でしたけどね、下ネタだから。1対1で3ラウンド目。千葉県、明日があるさ、穴がある。上田。へぇ、ショコタン、紅白出るんだ。カンカン。ん？誰だろう？どうぞ。あー、どうも。スピリチュアルカウンセラーの江原です。あー、これどうも。でもなんで今日は、急に僕の動くように。いや、前から上田さんからスピリチュアルを感じてましてね。いや、そんなロマンス感じてるみたいな言い方されましても、診断させてもらっても構いませんか？うん、構わんよ。じゃあすいません、目をつぶってもらえますか。はい。あのね、やっぱり上田さんの周りにはたくさんの子供がいらっしゃいますね。子供？え、それ、守護霊かなんかなんですか？うん、いや、これは座面霊って言うんですよ。なんすかそれ。いやー、本来は出てくるはずがない霊なんですけどね。なんか特別な思いがあったりしたら出てきちゃうんですよ。いや、俺別に精神に特別な感情を抱いてませんけど。ちょっと今会話してみます。じゃあまずあなたから お話を聞かせてもらおうね。お名前は何て言うの？ん？しずりちゃん。しずりちゃんっていうの。うん、うん。あ、そうだね。音読みで千ずりだね。あなたは床に出されたんだね。うん、わかった。上田さんに伝えておくね。じゃあ隣の女の子はお名前なんて言うの？え？うん。指で書いてくれるの？ああ、ありがとう。うん。難しい字だね。漢字二文字なんだね。あ、スマタちゃんね。あなたはティッシュにくるまれたままだね。うん、かわいそうに。ね。上さん聞いてました？この子たちは風花ちゃんが生まれた後に飛び出たザーメンなの。いや、なんか害はあるんですか？特に害はないですけども、僕みたいな霊能者からするとお顔にザーメンがかかってるように見えるんですよね。いや、それは困りますね。どうしたらいいんですか？いや、しっかりザーメンで清めることですね。でもその前になんか体積みで、このままザーメンたちに名前つけませんでした？あ、それは、と真相を言おうとした時に、どこからともなく現れた三輪さんが一つ突っ込み。うん。第46回クリームシチューのオールナイトニッポンでのリスナーからのメールでの上田第一子名前募集の時。詳しいね、美和さんは。ゆかさん、これ、ルーさん入ってねえよな。そうか、これ、ショコタンって先週やったっけ？そうか、その時のハガキだよ、これ。だからか、なんで俺、ショコタンでこれ始まってんのかなと思ってさ。遅れて届いてるわけだ。だからってこれ、ルーサー入ってないもんな、テーマのな。まあこれもう。まあまあ、これはもう不先輩みたいなもんだな、このラウンド。福島県、ラジオネーム変わった態度。ちょっと、ジョークします。すいません。なんで僕の家でテレビ見てるんですか？いや、違うんですよ。今僕、エンタの神様を見てるんですよ。新しい若手芸人、ミッケル・ケスラーって、そんな名前の芸人いないですよ。いや、だから、今日は、面白い芸人が他のテレビを見た方はイーグルじゃないんですよ。それに今年ブレイクした人は、ジョーさんよりもむしろこの人ですからね。ちょっと見せてください。究極の二択で笑いを取るのはもちろんこの人。エロと苦悩のブルース、魂。エロと苦悩のブルース魂。ノンキー山崎が、今日もエロのブルースを歌い上げる。じゃ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 。人妻のブルース、人妻のブルース聞いてくれ。この前、大阪にある高段住宅に住んである30から35ぐらいの不倫願望ありの人妻と撮影した時の
撮影した時に、いざエッチする前のフリートーク中に下着チェックをすることになった時、その時に人妻の下着が濡れてた時の話やけど、この場合、濡れてた下着を見て担当直入に、お前濡れとるやないかって突っ込むのと、もしくは下着が濡れているのを分かっているのにあえてスルーして、奥さん、下着濡れとるんちゃうのって聞いて一回否定させてから下着を触って、お前濡れとるやないかって突っ込むのでは、自由だー濡れとるやないか is freedom。濡れとるやないか is freedom。はい、みんな一緒に濡れとるやないか is freedom。Thank you。でも俺の股間も我慢中で濡れとるから、俺自身に、お前濡れとるやないかやな。Thank you! と、このブルースを聴いていたジョー小泉が一つ突っ込み。のんきな歌ですね。のんき並み、のきなみヒット中ですね。はい、なんで山崎さんは後輩からパクってばっかいるんだろうな。さっきのもそうだけども。いや、だから濡れとるやないか、イズフリーダムはないよね。あれは自由じゃないと思う。全然自由じゃないよ。コードだらけだよ。はい、じゃあ判定一応どうぞ。はい、これはしょうがない。ありたありたありたと。はい。じゃあ、しょうがない。2-1で有田リーチ。4ラウンド目は CM の後。さあ、2-1で有田チームがリーチで4ラウンド目。埼玉市の映像スーツ。ああ、スポーツ紙でも読むか。ルオー氏は紅白出場を逃す。どうでもいいな。あれ嘘有田は入院何何人気お笑い芸人クリームシチュー有田哲平36歳が緊急入院したことが17日分かった。有田は前日から体調不良を訴えており、病院で検査を受けたところ、もつ鍋の食いすぎと診断され、そのまま入院した。テレビ番組の収録ほか、今日深夜25時からのクリームシチューのオールナイトニッポンも出演をしないことが決定している。なお相方の上田は有田の入院について、まあ、心配だよね。うん。まあ、影響がないとは言わないけれども、しばらく休んでもらって構わんよ。と、コメントしている。復帰時期は今のところ未定で、当面は代役を立てて対応する。うわ、マジかよ。今日は膨らないと聞きたかったのになぁ。ダイエットの企画どうなんだよ。あれ今、うわ、もう3時じゃん。やばい、聞き逃した。オールナイト終わっちまう。早くラジオ。ラジオ、ピッ。あと、4400はサードシーズンな。お前ら間違えんなよ、サードシーズンだからな。上さん、今日は別にその、くだりやらなくてもいいでしょ。今日はコーナーとかやんなかったんだから。ん？いいだろ、別に。今日は有田が休みでね、まあ、代わりにこの方に来ていただいて、ボクシングの話ばっかり2時間ずっとしたわけだけれども、正直有田と喋ってる時より楽しかったね。うん、これからも毎週来てもらって構わんよ。うん、じゃあ今週は以上だな。クリームシチュー上田晋也と、実は今日小泉が喋っていました。お前らあったかくして寝ろよ。僕から以上小泉と、番組に大異変があったにもかかわらず、3時になったらあの人が何事もなかったかのように一つ突っ込み、クリームシチューさん2時間お疲れ様でした。ではこちらにマイクロフォンをいただきます。オールナイトニッポンエバーグリーン。まあね、いつもちょっとこうずれてますからね。一週間ぐらい。まあ、なぜなのか知らんけどね。うん。あ、そうですか。ジョーさん来てくれたみたいよ、ゲストに。うん。北九州市、どんぐりスカイハイ。中高生の諸君、正規を握ってますか？エロ商店のお時間です。本日はエロの聖地、後楽園ホールからお届けします。ボクシングの試合中ですが、メンバーの自己紹介から張り切ってどうぞ。いやー、ボクシングって面白いですね。でも女性器大好き、のんきず山崎でーす。ボクサーのパンチより妻の寝言が怖い、桂歌丸です。いや、歌丸さん、エロいことを言わないと次はないですよ。いいですか？それでは早速、1問目です。今日はボクシングつながりということで、エロ亀田問題からいきたいと思います。まず私が手を挙げた方を見つけると、その方の正気を力任せにぶん殴ります。そして、どんな問題と聞きますので、何かおっしゃってください。はい、山崎さん。パカ
どうだもんじゃい。しょうがないね、ほんと。単に痛がってる。エロいね、エロいね。痛がってるだけ。山田君、ちょっと山田さんにいい長さの棒の生えた座布団一枚持ってきてあげてよ。はい、歌丸さん。パッ。どうだもんじゃい。あ、痛い、痛い。負けちゃいけませんよ。気持ちいいはずでしょうか。山田君、宇多丸さんの陰謀を肩結びにしてあげなさい。じゃあ続いて2問目です。皆さんにはまず実況席にいる、城小泉さんの正規を握ってきてもらいます。すると私が、どんな正規だいと聞きますので、何かおっしゃってください。はい、宇多丸さん。どんな正規だい？いえ、ズボンのシワを直しただけです。馬鹿言っちゃいけませんよ、田丸さん。こっちは正義の形が知りたいんですよ。山田君、田丸さんは男じゃありませんよ。正義をチョキで上げてたよ。ここでボクシングではなく、エロ焦点を見ていた城小泉が一つ突っ込み。こっちの方が熱いですよ。あー、くったねえな、エロ焦点。何にも面白いことねえんだもん。何も笑わそうとしねえんだもんな。なんだろうね、これは。ああ、ひってえろ、笑点。判定どうぞ。有田上田、有田。貴重負けだ。そっか。まあでも、エロ笑点、しょうがねえな。今、おかしかったもんな。うわぁ、ってことは、これは持ち越しだな、あと1枚は。っていうかさ、俺先週のさ、これ誰だよ、このエンドレスサマー、はい、先週も持ち越しになって、今週も結局5ラウンド目まで行けなかったから、こいつまた持ち越しなんだよ。ああ。5ラウンド目。まあいいか、これ持ち越しでいいよな、来週もね。よし。で、まあもしエンドレスサマーまた新しいの、なんか気が向いたら、書いてくりゃええし、一応、まあ持ち越しにしとくわ。さあ、ちくしょう。じゃあ、来週のテーマ。来週はね、年内最後の、まあ、対決ですよ。はい。ということでね、まあ、上司長。年内最終ラウンドということで、祝殿堂入り対決。いや、まあね。はい。ということで、上田チーム、ブログの殿堂入りを果たした若月千夏。あ、そうなの？殿堂入りしたんだ。で、有田チームが、ボクシングの殿堂入りをした人、小泉と。いや、だから、なんでなの？その、いつの間にか3番勝負みたいな態度ついてるけどさ。まあでもね、殿堂入りされたんだから、しょうがないだろう。あ、ね、来週はやれんのかな。ああ、そうだよ。で、元旦が休みなんだろ。そうそう。で、1月8日が要はこれってことね。そうだよね。ってことは、これは別に来週普通通りにも。来週25日にやるってことか、今回は。ね、だから26日の正午どうのこうのはこれ関係ないのね。これ関係ない。ね。うん。で、何年26日の正午なんですか？俺、そう1月8日のが納得いかないんですよね。だからあれですよ。重いっていう。重すぎねえかなぁ。まあ、いいや。じゃあね、上田チームが若月千夏、有田チームが城小泉。うん。郵便番号 100-8439 日本放送、クリームシュノールナイト日本縦で勝って、それぞれのチーム係、勝ったチームにガネックプレゼントを送ってきなさい。このコーナー行くか。ふっこみどうぞ。叩いて勝って毎回上田チーム、有田チームに分かれて、テーマにまつわる人、物に例えつくみを入れてもらって、敵を競い合うコーナー。勝負は5ラウンド制。1ラウンドごとに、ディレクターの ED ビーチ、AD 名前、女性ミキサー、豚女の3人のスタッフが勝敗を判定。3ラウンド取ったチームの勝ち。罰ゲーム決まったみたいですね。上田チームが5連敗した場合は、大晦日に上田さんが埼玉スーパーアリーナに、総合系最強童貞リスナーは、何いつも童貞なの？来年こそ、やれるのか、やれないのかを語り合う、童貞やれんのか、大晦日。やれねえよ、もう。相田チームの場合は、モンゴルに強行帰国という。家族と過ごしたい。お前関係ねえじゃんか、帰国僕と。お前は帰国じゃねえよ。家族と過ごしたい。お前いねえじゃんか、家族は。さあ、じゃあね、まあ、ただいまのところ、上田チームが1敗。先週負けたんだな、俺な。これで最後の対決テーマは、城小泉炎の3番勝負ファイナルということで、まあ、2007年殿堂入り対決。上田チーム、今年ブログの殿堂入りをした若月千夏。有田チーム、日本人2人目のボクシング殿堂入り、城小泉。じゃあ行くよ。今日が最後ファイナルだもんね。うん。最初はグー、じゃんけんチョキ、はい、ここでチョー。よっしゃ、俺高校行ってみよう今日。高校。はい、じゃあ有田チーム先行で第1ラウンド。
大阪府ゴールデンボールプロモーションズ。ジョー小泉って言うから名字はてっきり小泉だと思っていたら、本当は小山義弘というジョー小泉の芸名のあまりの本名との関係のなさに一つ突っ込み、ジャーマンスープレックスって言うからドイツ人と思ってたらベルギー出身だったカールゴッチか。勉強になります。これいい、これも僕もドイツだと思ってます。うん、そうだね、イメージあるもんね、確かにね。いや、こういうのはちゃんと例え突っ込み。いいでしょ。ああ、それはちゃんと天候っぽく。うん。じゃあ何行くかな。これ行くか。新潟市小下列大百科。ブログをやめると思いきや、またすぐに復活させた若月千夏に一突っ込み。毎度おなじみ有田の最終回コントか。さあ、それでは判定をどうぞ。入った。よし、いいぞ。当たられたか。第2ラウンド。しくじったな、1ラウンドこっちじゃなかったか。ラジオネーム、ゲルマニウム。ジョー小泉のことは、さておき。置くな、テーマを。ラジオでも。行きな。ピッ、ピッ。濡れとるわね。まだ濡れとるんかい。いやー、今日も濡れとるわね。別にいいですよ、毎週濡れてなくて。いやー、今日もね、エロ地球を救うの収録だったんですけども、本当楽しいね、紅白って。収録関係ないんかい。いやー、紅白でね、残念ながら今年も私にはオファーが来なかったんですけど。それは来ないよ。紅白といえば私だと思うんですけどね、白いお尻に赤いアナル、深田優の名です。スターダスト山崎です。あんたはのんきり山崎だろうが。それにどんな座右の銘だ。その赤くきらめくアナルに指を突っ込んでやろうか。まあ今週から始まりましたよ、のんきり山崎のオールエロナイト日本、アシスタントの人妻です。それで何と言っても冬はキャンタマ、わけがわかんないよ。昨日ですね、ケンちゃんに男性器をいじってもらってる時にふと思ったんですよ。毎晩何やってんだよ。あとケンちゃんって誰だよ。私のケンタマったら、なんだか右の方が左のよりも大きくて卓球のピンポン玉とどっちが大きいんだって、ヒッ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 ヒ。オーレナイト日本ね。岡山県の男性芸番宣ズリオン。若月千夏がブログのタイトルにしている麻婆豆腐は飲み物です、うん、というあまりに独特な持論に一突っ込み、打たせずに打つスタイル定着を訴えるジョー小泉か。いや、だからジョー小泉はこっちでしょうがって。だテーマじゃないよ、例えてんだ、あくまでこれは。テーマは若月知らずだから、例えに情を出しただけだからね。さあ判定どうぞ。上田有田、上田よっしゃ。11同点で3ラウンド目。これかノーキル。超小泉の好きなタイプなんだろうな。まあどうでもいいか。おい、お前らおざなりすぎねえか、炎の三番勝負ってんのに。あら、テレビでも、あれ、ヌンキー山崎歌ってんじゃん。なんだこれ、ちょっと聞いてみよっか。なんだ、聞いてみよう。朝から晩までエロチャンネルのロケ、見上げる人妻の好感、真面目に仕事してるだけ、悪いことしてないよ。まあまあね。濡れてる股間に突っ込み入れるよ、濡れとるやないかって。ブラウン患者ばっかからない様子を伝えたい。股間が濡れる瞬間に、濡
れとるじゃないか叫びたい。それよりが山崎スタイルや。もっと受けをいただきたい。眠たくても嫌われても濡れとるやないかはやめられない。やめろ。じゃん。濡れとるモンドだね。ああ人妻の股間、ああうまく言えないけれど濡れとるやないか。ミラクル歌だな。人妻は否定する、でも股間は濡れてる、ああそれに突っ込み入れるのが俺の仕事。こんなのんき山崎の歌にダウンタウンの松本さんが一つ突っ込み。僕は今までで一番いいと思いましたけどね。すいません、クソさん言うな。そうだろうと、ひどいよこの歌は。そうだろ、このハガキはクソだよ。何回ネタがさないじゃないの。のんき山崎濡れとるやないか。何かばっかが言ってるんだよ。最終的に濡れとるモンドですから、タイトルが濡れとるモンド。何にもかかってねえんだよ。ひでえな。さあ、じゃあ本日か、札幌市のエンドレス様、若槻千夏のブログも見飽きたな。ラジオでも聞くか。みんなラジオ聞くよ、ほんと飽きたな。野村克也。いやー、参ったね。古田敦也。ちょっとどうしたんですか、いきなり。なんかと我が楽天と相思相愛だった佐藤君は取られちゃったんだよ、お宅に。まあそれは辛いですね。なんだその薄いリアクションは。お前そんなんだから監督辞めさせられるんだよ。昔の自分は思い出せ。あ、どうもはじめまして、トヨタ自動車から入団します古田敦也と言います。これからよろしくお願いします。おう古田君、まあよろしくな。これから一緒に野球をレッツエンジョイ。そうだったんだ。 お前もやれよ。勝也と敦也のオールナイトニッポン。おいチャラチャッチャッチャラチャッ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 。この番組は日本プロ野球機構の制作でお送りします。じゃあ早速コーナー行くか。ツッコミ道場叩いて勝ってん。このコーナーはヤクルト軍楽天軍に分かれて野球にまつわる人物にたどりツッコミを入れて出来を競い合うコーナー。 AD の今江、 GG 佐藤、そして女性ミキサーオルガ夫人の3人に判定してもらう。今週のテーマは日本シリーズ再現ということで、古田が中日、私が日ハム。おっと、罰ゲーム決まったみたいだな。またですか。古田が負けた場合は2アウト満塁、打てばヤクルトがサヨナラの場面に古田監督と童貞リスナー100人が審判に詰め寄って童貞を告白する童貞俺。私が負けた場合は左中と小旅行ということで。ああそれもきついですね。何か言ったか。いや何も。野球するならこういう具合に知りたんて、アウト、セーフ、よいよいなよいと。あ、じゃあ高校でお願いします。では楽天軍の攻撃。広島県鉄人ハゲガサ。日ハムのホーム球場でのセギノールの応援に一つ突っ込み。バナナの叩き売りか。安全をどうぞ。アウト、ヒット、ヒット、ワンアウト一二塁で、次は北海道のオバンド。日ハムのヒルマン監督がすすきののソープのあまりの気持ちよさに一つ突っ込み。感じてました、アウト、アウト、アウト。まあゲスに出れば弾かれるわ。じゃあ僕行きます。神奈川県ラジオネーム浜野大魔神。おいラジオネーム変えろよ。中村典の大活躍にもかかわらず、ひょっとしたらサラリーマンより安いのではという年俸に上田一つ突っ込み。手頃だね。ヒット、アウト、アウト。ツーアウトですよ。上田君受け悪いね。よし、じゃあこれ行くか。千葉県松戸市ラジオネームズリータ。ん？ズリータ。デリヘル上に落合監督が一つ突っ込み。交代、岩瀬。ヒット、ヒット、ホームラン。0対4でヤクルトの勝利、よし取った。おい、オルガ、お前何古田にばっかいい札あげてんだ。大体お前日本語わかんのか。おい、まだ放送終わってねえのに勝手に帰んな。おい、オルガ。ここでオルガがたどたどしく一つ突っ込み。私いつもあんだよ。でね、おはようでございました。さあ、じゃあ3ラウンド目の判定どうぞ。
上田、よっしゃ、リーチ。さあ、4ラウンド目は CM の後。さあ、ニーチで、上田チームリーチということで、4ラウンド目。神奈川県の小一。本屋に来てみたけど、なんか面白いもんねえかな。ん？なんだこの。ニュースに出るクリームシチュー問題集2007年度版？ちょっと読んでみっか。この本は2007年度にクリームシチューのオールナイトニッポンで放送されたシーンを問題集としたものである。問1。上田プロパンが行っている隠された秘密とは何？正解は、ガスを薄めている。薄めてです。2問。番組終了コントの際に上田が残した名言を3つ挙げよう。正解は、まあ楽しかったよね。2、ありがとうな。3、締めっぽくなるのは俺好きじゃねえし。解説、この3つに共通しているのは上田が全力で受けを取りに行っていることである。問3、上田が番組のメールアドレスを読むときに必ず読んでくれるふりは何か3つあげよう。1、先言ってっかな。2、アドレスを素直に読むわけにはいかないか。3、そこんとこはドッカーンと読むわけにはいかないか。また別の回答例。おい、ラジオネーム僕をよ、読むわけにはいかないか。マツコさんとデートできませんよ、いいんですか。いいよそれは。どうですかほら。それひどかったな。問4、上田視察の有田チームは仏のボケをリスナーにいじられた時に上田が言った言葉は何？こっちが楽しくやってんだよ。よく覚えてる。最近では解説、最近ではリスナーも飽きているのに本人は楽しんでいるという驚きの発言であった。問5、有田曰く上小泉はどんな状態か5文字以内で表現せよ。答え、死にたい。失礼なことを言うな。問6、有田マリックのタイトルコールの際登場した人物を3人挙げよう。1、ジャマイカのヒトエちゃん。2、マリリン・マンソン。3、アルサ・フランクリン。別回答例、菊池さん、姉さん、女房でもか。座間市の市長選挙は人物ではないのですか。よく覚えてんな。問7、有田マリックの際の上田はどんな様子か。答え、本当は切れていない。切れてる。俺ガン切れしてるだろ、そこは。解説、全力で受けを取ろうとしているでもか。証拠としては本当に切れているのなら帰ってるはずなんだが、なぜか感想では秒数通りに切れるタイミングを調節している。偶然や、本当に偶然だぞ。俺本当に切れてんだからな。問8、ものすごく1年を通して告知したにもかかわらず44サードシーズンは何回行われたか。答え、1回。解説、これは残念なことに上田が受けを取ろうとするためエンディングでのサードシーズンなというのがコーナー的な感じになってしまった。問9、有田の合戦5連敗の罰ゲーム会議にて、まずはこれをお聞きください。おい、リスナー、どんだけ変な罰ゲーム送ってくんじゃねえよ。お前ら西川先生のことも考えろって。この後上田は何と言ったか。正解は、有田、お前西川先生に肛門見てもらえよ。全然覚えてない。解説、これは上田必殺の矛盾パターンである。リスナーをガンガン否定しておきながら自分が最後はボケに持っていくという受けへの貪欲さが伺える。問10、先週の放送で、上田は受けを取るために有田マリックのコーナーでわざと切れているのではという疑惑が浮上した際、困った上田が残した名言とは何？正解、いやー、周りにバカって言われようが俺はお前を信じよう。お前信じる。俺は信じるよ、本当に。この本の内容の無理やりな感じに一つ突っ込み。エンディングでのアンコーさんへの無茶ぶりか。これはもう今日にふさわしい名言大賞とかにね。でも俺はここで決めに行くね、もうそいつには負けない。千葉県浪人生の玉金博士。若月千夏のブログ復活したんだ。あれ、オシャレイズムにシルベスタスタローンが出てるぞ。ちょっと見てみっか。ちょっとここで報告があるんですけども、上田。ん？何？どうした急に。僕のアクション映画への出演なんですけども、今年のロッキーザファイナルで終了ということになりました。ああ、そうなの？
やっぱこれからは演技派俳優に転身していきたいなと。まあでもアクションも楽しかったよね。まあロキは30年近くやってたんで、まあいろいろあったけど、楽しかったよ。まあでも見てくれたファンの方には感謝しています。ありがとうな、今までな。中にはね、ファンの方の期待を裏切ってしまった4とか5とかあったかと思うんですけど、まあでもね、ファンの人たちもちゃんと分かってくれてたと思うし、まあこっちのね、甘えになっちゃうかもしんないけど、ありがとうな。というわけで最後にですね、僕の次の主演作のタイトルだけ言わせてもらいたいんですけど、次回主演作のタイトルはランボー4ということで、結局アクションやるんじゃねえかよ、死ねーとお決まりのツッコミを入れる上田に、天国のエイドリアンが一ツッコミ、ロッキー I love you。 上田に言ってないじゃない、ロッキーって言ってさあこれで決めたな、アンテオノブ、いや、あっちの方が。おい、上田、張りたい、上田、よっしゃー、ノットオッケー。嘘、そら取りましたよ。このクイズよくできてたのに。確かによくできてた。でも、ね、この短くてパンチがあったのよ、こっちが。よっしゃ、勝ったー。いいよ、よ。しょうがじゃないか。そうか、一個いいのあったんだけどな。いや、俺もそうなのよ。あ、そう。まあでも時間ないんだったらしょうがないよな。メロンイエローのな、ちょっとハガキ、最後に。読みたかったんだけど、じゃあちょっとメロンイエローにはまたこのパターンで、次回ねのテーマの時に送ってもらおうかな。うん、一応キープしとく。これね、群馬県の草津温泉から送ってもらったラジオネーム宣伝なんだけどね、このパターンでちょっとねお願いしたいんですよね。またもう上皇泉じゃなくなるでしょうから、そうだな。じゃあまあ新しいテーマでまたちょっと送ってきてくれ、悪いな。ということで、まあ来週はスペシャル番組のため番組がお休みと、で再来週はプロレススペシャルということなんで、このコーナーの2008年1回目は1月の15日という、まあちょっと先、20日ぐらい先になるけれども、対決テーマはこちら、年明けにブレイクしちゃってんじゃねえの対決ということで、上田チームが、天の風の秋川さんみたいに紅白に出てブレイクか、杉本正人、有田チーム、M1 でまさかの優勝サンドウィッチマン、杉本正人上田チームで有田チームがサンドウィッチマン、たとえツッコミ入れてちょうだい、郵便番号 100-8439 日本、そうクリームシューのお値段で日本、たとえ手が、それぞれのチーム係、勝ったチームにはガネックプレゼントを送ってください。